車の相性って色々あるよな。そうね、ブタケツバリカン鉄仮面ダルマクジラ水中メガネ、ほんと色々あって面白いわ。その中でも極めつけの一つといえば、ハマグリだ。ハマグリ？それはちょっとやばいでしょ？確かに悪意さえ感じるよな。そのハマグリとロータリーエンジンが複雑に絡み合ってるんだ。しかもご先祖はこれ、子孫はこれだ。初代シルビアに、五代目 S13 シルビアじゃない。かっこいい二代の名車の間にハマグリって、違和感が半端ないんですけど。初代の次の二代目ニューシルビア通称ハマグリ、円盤とも呼ばれていた。二代目の正式社名はシルビアでなくニューシルビア、モデル末期でもニューシルビア。社名からして変わってるわね。早くそのハマグリ、いや、二代目ニューシルビアを見せてよ。よし、今回は日産幻のロータリーエンジンを搭載して発売される予定だった、二代目ニューシルビアについてゆっくり解説するぞ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。こちらがハマグリ、ニューシルビア上でございます。ナイスですね。なんだかすごいカラーリング。どうしてこんなツートンカラーの配色にしたのかしら？悪意はないぞ、悪意は。キャッチコピーは我が道を行く。シルビア、だった。まさしく我が道ね、誰もハマグリさんの後は追わないでしょ。1971年に発売されたブルーバード U から始まった当時の最先端を突っ走った曲線曲面を多用した日産70年代デザインの鳥を飾った車がニューシルビアだった。シルビア発売から1年後の76年に発売された 810K ブルーバードは直線主体のスタイルに変更されてたわね。販売は苦戦していたけど、日産の60年代のデザインは直線を基調としたシャープなスタイリングで現在でもノスタルジックカーの中で非常に人気が高いわよね。ノスタルジックな部分を差し引いても、現在でも十分にかっこいいな。当時、日産は新たな70年代を迎えるにあたって、今までの直線主体のデザインを曲線曲面主体のデザインに大きく変えてくる。新たに樹脂製パーツの採用や鉄板のプレス加工ガラス加工技術が上がり、曲線主体の複雑なデザインも再現できるようになったのも大きかったんでしょうね。だがその技術の進化にユーザーはついてこなかったけどな。他メーカーも変化はしてたけど日産は変化の幅が極端に大きすぎたわ。ユーザーが欲しい車じゃなく日産が売りたい車を販売してた気がするわね。しかも連発して。初代シルビアが発売されたのは1965年、S310K フェアレディのラダーフレームを有用し、ツーシータークローズドボディで仮装したスペシャリティカーが初代だった。クリスプカットと呼ばれたボディの継ぎ目を極力減らした幽霊なボディは、今見てもため息が出るほどに美しいわね。その美しさの反面、ボディのほとんどがハンドメイドとなり販売価格は約120万円と当時のサニーの2倍、しかもツーシーターということもあり販売期間は約3年間で生産台数はわずか554台だった。その後、2代目はすぐには発売されず、7年以上のブランクを経て75年10月にニューシルビアは発売された。ちなみにシルビアの意味はギリシャ神話に登場する清楚な乙女の名前だ。空白の期間が7年間もあったのね。当初は73年秋頃に発売予定だったんだが、諸事情により発売が延期されたんだ。それっておむすびのこと？そう、日産は60年代後半から当時、軽量コンパクトハイパワー低振動の夢のエンジンと言われていたロータリーエンジンの開発研究を進めていた。日産だけでなくトヨタも開発していたわね。72年のモーターショーにサニーエクセレントにロータリーを搭載してプロトを展示し、73年秋に販売すると川又社長が発表。500cc2 ローターがテストコースでプレス対象に試乗会を行うまでの完成度だった、が。73年のオイルショックによりシルビアロータリーの発売は急遽中止されてしまう。そして75年にエンジンをレシプロ 1800cc の LH8 型に変更しニューシルビアとして発売された。排出ガス規制の対応で、たくさんエンジンの種類があった日産は大変だった時期ね。二代目ニューシルビアは 2000cc 以下のアメリカ向けセクレタリーカーとして開発された車で、ライバルはセリカや GTO。セクレタリーカーって何？セクレタリーとは企業で働く秘書さんのこと。イメージとしてはスタイルはスポーティな2ドアながら走りについてはごく普通で気軽に乗れるお手軽車のことだ。初代シルビアとはターゲットが違うわね。そうだ、シャーシーは3代目サニーをベースに、エンジンはブルーバード U から、フロントサスはバイオレットからの有用で、
リアサスがセミトレでなくリーフリジットなのがこの車のキャラクターを表している。コストカットしてるのね。横から見てみよう。スタイリングはロングノーズにショートデッキスタイルに、丸みを帯びたコークボトルラインを採用。スペシャリティカーだからセダンのように車内寸法の縛りが少なく、ホイールベースは3代目サニーと同じ 2340mm、ちなみに全長はサニーより約 20cm 長くなってる。ということは前後のオーバーハングが長いってことね。サイドウィンドウはスタイリッシュだけど、Cピラーが分厚くて後方視界は最悪だし重く感じる。サイドまで回り込んでるテールランプは良いと思います。スタイリッシュなファストバックだからもう少しホイールベースが長かったら、違った印象になるぞ。リアのフェンダーアーチとサイドキャラクターラインが、後方に行くほどに下がっているデザインも珍しい。後ろから見ても超個性的、ボディ断面が立派な六角形だわ。後ろからのドアのプレスラインには驚きを隠せない。リアタイヤが内側に入りすぎよ。前幅はサニーより 55mm ワイドだからリアトレッドの狭さが強調されるわね。ボンネットは高さの低いロータリーエンジン用に作られたのか、センター部分が盛り上がっていて、複雑な形状のフロントグリルに大きめの丸目に通ヘッドランプは非常に愛嬌のある表情をしている。後期型になると前後バンパーに衝撃吸収ウレタンが取り付けられている。サイドまで回り込んだテールランプやリアバンパーもかっこいいと思う。サニーの小さなシャーシーを使わず、バイオレットの一回り大きなシャーシーを流用してたら、もっとかっこよくなってると思うわ。同感だ。全長4135全幅1600全高1300ホイールベース2340車両重量990kg、サスペンション前ストラットコイル、後ろリーフリジット、ブレーキ前ディスク、後ろリーディングトレーリング、タイヤ Z70834PR。エンジンは 1770cc 直列4気筒 SOHC の L18 型105馬力のみで、マイナーチェンジで EGI 電子制御燃料噴射装置の L18E 型115馬力にパワーアップする。販売価格は前期は約108万円、後期になると約120万円だった。エクステリアの不安定さに比べるとインテリアのインパネは幅広く先進的。フロントシートのヘッドレストは埋め込み式なのが特徴だわ。そして79年3月に3代目となる S110K にバトンタッチする。出た白い稲妻、2代目とは対照的な直線基調のシャープなシルエットになるのよ。姉妹車でガゼールもあったぞ。2代目 S10S11 の販売期間は約3年半と短く、生産台数は約5万台だった。中古車情報サイトで2代目シルビアを検索してみたところ3台にヒット2024年6月現在。お支払い総額は200万円台後半から600万円前半となっております。ちなみに初代シルビアは6台あり、500万円前半から900万円オーバーもありました。興味のある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。